お疲れ様です。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、ゴレ。はい、久しぶりにゴレですね、を使っていきたいと思います。で、まあ、ゴレにね、ヒーラーが入ってる。そして、ライドラもあるね。だから前にも、このゴレデッキに、スペルがね、トルネート、ロリババだけのデッキがね、結構前に入ったと思うんですけど、まあ、それとほぼ一緒ですね。はい。を使います。メガナイトがね、もうね、多いの最近。メガナイトと、あとはジャイミニペかな。メガナイトに勝つためのジャイミニペとか、ジャイマジアチャーミニペ高回転のなんか、リガーとジャイスケラ、ジャイスパ、なんかもう、ジャイアンケみたいな。で、たまにメガナイトみたいな感じなんですけど、もうね、もうジャイもメガナイトも両方いけちゃう、このね、もう固めちゃうゴレですね。今ポイズンがね多いのと、ポイズンがいなかった場合は普通になんかスペルがないデッキが今いるんですよね。結構中型スペルですかね、ファイボとかポイズン、ライトニングがあんま少ないんですよね。まあいてライトニングん、いてポイズンですね、いてポイズンで、基本的にはもう矢の飴ザップとかなんか雪玉とかもうなんかいないんですよね、あれが。よいしょ、いて、これも強ですね。いて、相手は神器か、ラム神器ですね。はいはいはい、というわけで、こうライドラの処理がやっぱこうできないですね。今回はまた神器で、相手のスプレーがタルユキかな。はい、なんでこうなんか後衛どうするのみたいなデッキがすごいいるんですよね。もうなんで考えなくていいです。もうゴレが回ったら一回ゴレ出して、まあ言うて考えるんですけど、はい、でもうあと、まあでもここインドが回るんで、ライドラが欲しいですけどね、個人的には。これ、ライドラないと、インディ・ジョーンズ消えされちゃうんですけど。はい。で、あやこれで逆サイドかな、ワンチャン。で、インド横から。あー、分かってますね、全部、僕は。まあでも、これ、あー、これ、攻め取るので固めた方がいいな。攻め取るので固めて、あ、ベビーが、オッケー、ベビーが残ったら、おい、いい。で、あー、爆破で死んでくれたら惜しかったですけど、まあ。で、相手のラムとかの攻撃はライドラで守れるんで、OK、U の単体とかだったら、まあ、たるか。トルネーキンキドはさっき攻めとるように使ったんで無理ですね。はい。という感じで、よいしょ、もうゴレダックね、作ります。無視しちゃっていいっすね、もう正直。まあ、1個守んなくても、こっちが1個取っちゃえば終わりなんで、よしよし。はい。で、ここでめっちゃ来たところを、まあ、ライドラぐらいで軽く抑えていこうかな。で、これ攻めとるねですね。攻めとるねで、これベビーを残したいんですけど、オッケー。ベビーが残るだけで、あとはもう追加するだけですね。で、ヒーラー、俺のヒーラーちゃんをそろそろ出番ですね。ここで、このダメージの減ったゴレ、ランバー、ベビドラの全回復、やっちゃって。はい、よいしょ。もうね、詰め込めですよ。よいしょ。で、これもう攻めとるねかな。ライドラかな。いや。まあ、一回落ち着いた。いや、攻めたんでしてもよかったな。で、僕は右側攻めたいんで、あ、待って、これ終わるわ、これ。あれだ、よくあるやつ。守れると思ったけど、タワーいっぱいいっちゃうやつっすね。これは殴られてからでもいいっすね。これ、ライドラで、固めちゃえばね。はい、ヒーラー、よいしょ。いや、そう、もうこのね、スペルがないデッキがね、多いの、本当に。なんで、もうそういうデッキを倒すために生まれましたね。よいしょ。この、スペルでもなかなか処理できないけど、スペルないとなかなか処理できない軍団ですね。はい。というわけで、まあ、インフェルノタワーとか、こう来たとしても、突破できないんですけど、ユニットのこう、ご利用してね、ランバー、ベビドラ、ライドラとかで、そのユニットのご利用しでゴレは通んないんですけど、ゴレのこの公園のご利用しでね、突破できるっていうのが、まあこのデッキのね、強みかなと思います。はい。なんでもう、まあ、言っちゃえば2、1、3、1、まあ1個は取られるプランでいいと思いますけどね。まあ本当に前半耐えれそうなら耐えるんですけど、やっぱりこう、デッキの回転が遅い分、1回耐えれないターンが来るんですね。例えば、相手がスケルトンラッシュだった時に、1回目の相手の攻めはダクネと、タルボブとかでこう守れるかもしれないんですけど、こう回転が遅い分、相手の2回目のスキラに対して、こうスキラ受けとかもあんま少ないんですよね。なんで、こう、守れねえなっていうシーンが絶対来るんですよね。そこで、こう無理に守っちゃうと詰んじゃうんで、こう、そこを捨てて、アドにして攻めるみたいな感じですね。なんでまあ、1回目から捨てるのもあんま良くないと思うんですけど。うわぁ。
苗。これやばいな。だってこれゴレが、俺がゴレあればだってもう今初手ゴレしてって流れだったんですけど、これ3子かな。3マスケッティ重視が、あ、エリポンクロスだ。出た。エリポンクロスターですね。ん？違う。わかんねえ。わかんねえけど、とりあえずわ、ヒーラーが、わあ、わかんねえよ。なんだこれ。プリンセス、エリポン回った。やべえこれ。2回も置かれる。なにこれ。なんか遊んでんな、相手のデッキも。はい、というわけで、これはね、ゴレの後ろに、ダクネつけたいんで、ランバーかな。これはですね、もう、相手のデッキわかんないんですけど、これもう無視ですね。全無視して、エリポンまで回収するプランですね。なんで、11いきます。左側攻めてきても、全無視で行って、11プランかな。ホグ、スケルトン。え、すげえ。みかんさんみたいなデッキ使ってる。なんかめっちゃ高回転ホグ。すごいデッキですね。で、バルキリーマスケか。これ施設あったら結構やばいですね。まあ、ないことに乗るしかないです。で、あとはヒーラーの回復でご利用したい。プリンとマスケットも来い。オッケーオッケー。よ、髪取るね。オッケーオッケーオッケー。で、これは両方バッカーで。うわー、待って。ダクネ頑張れ。んー、いいザップ。そのザップはね、いいザップですね。はい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 。相手の回転がね、若干早めなんですけど、まあ、エリポンがあるんでね。これはね、こっからでもまだ回る気がしますね。ここでカード回しつつ、さあ来ましたね。ゴレ展開かな、これ。怖え、ホグがこのタイミングで来るとめっちゃ怖え。よいしょ、止める。さあ、絶対守る男対、絶対突破したい男。どっちが強いか。これワンチャン突破できるんじゃない？って普通になんかいけそうな気がしてきた。ね。相手のデッキが面白い。どれね、デッキウィーンでライドラの感電で、オッケーオッケー、残る。はい、来た !1 個これ折れますね。多分。一個折っちまえば、ちょっと、すげえ、楽っすね。よいしょ。これまたダクネから展開して、これもう一回同じっすね。これ、片手作って、なんか適当にトレネしとけば、相手はこれ攻めたいサイドに僕が組んでるんで、こっち攻めれないですね。そう、こっち来るしかないんですけど、別にこっち来たとって、みたいな、そんなに、もうちょっとやべ。あんまトレネは使いたくなかったっすね、ここは。まあまあ、相手にいい攻めっすね、これは。まあでも、これ止まんないよねっていう。多分相手ももう、あれって。あれって相手も今思ってますね。キングにこれ来ますね。邪魔捨てて。はい。よいしょ。ここはもう僕が守れるかどうかみたいな。ホグさえ溶かしたい。はい、勝ったー。っていう、まあ、固めれば勝てるよっていう おすすめデッキですね。まあ、今たまたま強い説ありますけどね。グラチャレとかだと特に。今の相手もスペルなかったんで、スペルがないんすよ、今。なんでないんだろうね。あってポイズンなんですよ、マジで。本当に、ロケットもほぼないし、ファイボデッキもあんまないし、もうあってポイズンだからヒーラーで回復しまくりそうなんかな。ヒールがね、今すげえ情報してほしいなと思ってて、そのなぜならやっぱポイズンが多すぎるんですよ。スケラもちょっと前に入ってたんですけど、なんかポイズンが安牌すぎるんですよね、やっぱ入れといて。損することがないんですよね。まあマジアチェぐらいなんですけど、他のユニットとかでカバーできるんで、こうなんかポイズン結構最強環境みたいなのが個人的にちょっとね、ヒールあればそれだけでね、ポイズン使って不意をなんか打てるみたいなのがねあるんで、前のヒール戻ってくれればまた世界変わると思うんですけどね、僕的には。さあロイライトですね。今の流れでライトニングが来るっていう、まあ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 、ライトニング。これ、ライドラ出してライトニング打たれるのやだな。まあまあ、一回防衛ですね。形作っちゃえば突破できるんで、まああとはどれだけ防衛綺麗にできるかみたいなところはありますね。さあ、このヒーラーは結構入りますよ。しかも回復する。あ、スケだ。ベビメガトリロイだ。え？トリトンかな？僕の予想が正しければトリロイっすね。これ展開したいなぁ。で、今あれっすね。相手ロイジャイ咲いた後なんで、ここ逆サイ攻めるのが無理っすね。多分2枚ぐらい、3枚。
もう1枚ぐらい多分出さないと回んないと思うんですけど。よいしょ。さあ、ダクネ展開して、これなぁ、もう1枚、ベビー出すか。ベビー出して、どうせライトニング打たれても耐えるのと、コウモリが多分相手絶対きついんで、これ。相手のこのベビーさえ早く溶かしちまえば、もうこっち埋めてくるよね。で、ここはトリトンまで使って、結構苦しいと思うんで、ランバー咲くけど、なるほどね。相手のトリトンは優秀でした。はいはいはい。一回防衛する。耐えてしまえば、形作れば絶対突破できると思うんですよ、僕。これ。一回ね、様子見ヒーラーからの、いきます。で、ダクネ。これね、ライドラを出さないですね。ライドラ出さずにライトニングで飛ばされるんで、それ以外でユニット回して、相手がライトニング打ってきたら、ライドラ出したいですね。個人的に。ここ。ワンチャンライトニング打ってこい。打ってこねえんだよな。なんで？打ってきた。で、ヒーラーでデモン回復するでしょ？来た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 。え、これこれこれ、これもフィーバータイム。あ、ヒーラー、ん？ヒーラーが、俺のヒーラーがいいね。まあまあ、ここは、一回攻め取りにしちゃって、ベビーライドラで溶かして、はい、来た。ライトニングもね、そんなもう撃つ場所が多すぎるんで、ライトニングも美味しいっていう。もうロケット以外、まあ、ロケット来ても美味しいみたいな。何来てもいけるみたいなとこありますね。まあ、スケラかな個人的になんで。こう、受けが少ないと思うんで。はい、という感じですね、これ。まあ、結構使いやすいと思いますね。まあ、一個一個が重たいんですけど、なんかスペル、ライトニングとかって打った瞬間ピンチになったり、うわ、打つか迷ったりするんですけど、これはもうユニット追加して攻め取るにするだけなんで、結構おすすめかなと思います。はい。よければお使いください。というわけで、まあ、チャンネル登録とね、高評価してもらえるといいかなと思います。今日8000大会が夜あるんで、夜10時から。はい。僕出るんで頑張るんで応援してください。では、お疲れ様でした。バイバーイ。